日本ドラマー全連盟チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日はフォーカス M セカンドシーズン第57-58回戦の模様をお届けいたします。実況を務めます山口文です。よろしくお願いします。そして解説は今野慎太郎が務めます。今野さん、よろしくお願いします。はい、フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。56回戦までの成績表が出ます。こちらが22位までで、今日出る選手は黄色く塗られています。みんなちょっと下の方に、ね、固まってますね。はい、はい、それでは対局場の準備ができたようです。そろそろ対局と参りましょう。フォーカス M57 回戦東杯の開始です。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。ちーちゃ柴田、なんちゃ萩原、シャーちゃ前原、ペーちゃ枠津の並びでスタートしました。トーン1局ドラは何です。こちらはなんちゃの萩原。萩原は一番最下位にいましたね。今日の挽回が見られたら、あれ山内さん的にはいじっていこうかな。じゃあ前原さんいじっていきたいと思います。上と戦っていくスタイルでね。あ、そうですね。そうしましょう。こちらシャーチャの前原どうですか。誰が一番速そうとかありますか。そうですね、柴田さんが5半敗統一で、はい、まとまってましたかね。次ですか。はい、靴も赤を今引いてきたところ。はい、上の柴田さん。あ、そうですね、はい、こちらはマンズが多いですが、うん、ちょっとね、なんか、はい、お荷物っぽい感じですかね。ドラですね。はい、バブさん赤赤で、うん、タイヤ方面へと。ちょっと久しぶりなんで、はい、何喋ってましたっけいつも。なんかわけわかんなくなって、あ、なんかドラのなんかあんこになりました、はい、前原。よく見る光景ですね。よく見る光景ですか。はい、前のドラのは。そして枠津は初が重なりました。これと柴田さんともちもちなんでね。あ、そうですね、はい、柴田さんの方が面前でリーチ打ちやすい形ですかね。枠さんは仕掛けて赤赤ってこともありますからね、はい、仕掛けていきたいところでしょうけど、タイヤの方に向かって統一落としが入るかもしれないですね。はい、さあ枠津一歩前進。ドラガンコの前原、マジャン島ができたところ。そうですね、前原さんはもうなんはね、ファンパイでもないので、はい、まっすぐリーチに向かってね、一直線だと思いますけど、うん、5、6、7を見て急走切りですか。はい、こちらもこれで3色も、そうですね、これでファンパイ落としてタイヤ向かって、はい、その初を柴田がポンしてイシャンテン。はい、親番ですからね、打点はないですけど連チャン重視ということですか。はい、うん、さあ柴田にテンパイが入りました。換算万待ち、初をポンしています。一見苦しい町ですけど、実は山にまだ3枚いるという。あ、そうですね、はい、川に1枚打たれているだけ。お、積もりました。さしばた500オールのつま上がり、あ、初のみ500オールのつま上がり、はい、まあ、よしって感じですかね。そうですね、まあ、確実に親が連チャンできたので。はい、さあ柴田の親の連チャン中、トーン1曲1本場、ドラは白です。まあまあ整ったハイパイでしょうか。そうですね、こちらはなんちゃの萩原、統一が3組、はい、3統一。そしてシャーチャ前原はチュンと白が統一です。まあ多分本一方向に行きそうですね。はい、そしてこちらはペイちゃんの枠津、枠津もちょっとトイトイか、そうですね、本一かといったところでしょうか。さんドラが白なんでドラが統一なんですね。お、ペンも統一になりました。これで一気にピンズに行きますか。
そうですね、行きたいところですけど、ウーアン残したっていうことは、はい、ウーアンにくっついたら後継にくっついたら、本一じゃなくてもってことじゃないですかね、うんうん、さあ、カンパッソが入った枠靴、ワクサは白の切り時ですかね。はい、ドラの箔が浮いています。これは芝さんの GP はいいと思うんですね。ちょっとまあ萩原さん受け気味ですかね。はい、4巡目ですが、はい、早くも受け気味か。前原さんは本一に決まりましたか。さあ、柴田にもドラの箔が1枚来てしまいました。ちょっとお荷物ですよね。そうですね、形ですと。もう単品系がはっきり見えてるんで、ギリギリまで引っ張って、お、第三元、第三元、あの流派は川に1枚打たれているだけです ね、 まだ2枚山ですね。私この間リーグ戦で4巡目に第三元放銃したんですよね。4巡目で放銃、3巡目に初切って4巡目に白切ったら、ローン3万2000って言われました。それで70ぐらいまで、ね、あ、それとも、あの、いろいろ補充して、そうです、すごい負けました。なかなかね、リーグ戦ってね、例えばこのルールで70負けても、はい、まあそんなに大きくないと思うけど、そうですね、一回トップ取れば、リーグ戦70は心にきますよね、はい、ちょっともう悲しかったですね。そういえばね、T シャツの横さん泣いていたような気がします。帰り際に、あの、なんか引き止められたじゃないですか、今野さんと藤原さんが引き止めたんで、ああいうとこはここしかない、まあ多分見てる方には何のことかわからないと思うんですけど、何かなと思ったら私の T シャツの柄が気になっただけだったという、はいはい、そういうことですね、はい、さあ、前原これで本一チートイツの面本付きですね。あ、そうですね、面、はい、本チートイツのイシャンテン、柴田さんのイシャンテン、単品のイシャンテンなんで、テンパイ入れば白切って、お、テンパイですよ、これは。さあ、いいピンを切って闇天に構えました。親が切ってる流派短期ですね。はい、ただ捨て牌は結構派手なの、あーっといいピンだったら、あー出てたかもしれないですかね、はい、もう周りは特に萩原さんと枠地さんはもう対応すると思います。はい、シャアに変えることもできましたが、あ、初だ。あー、枠地さん、さあ、枠地が掴んだ初が前原の当たり牌、7、8系の3色イーシャンテンだったんですね。はい、面本チートイツドラドラ12000は12300点の上がり、なんか上がり系だけ見ると倍万ぐらいありそうですね。ちょっと枠地にとっては痛い報酬となってしまいました。そうですね、はい、トン2局、親は萩原、ドラは3品です。あそこで9杯打ったってことは多分枠地さんは白も勝負するつもりだったと思うんですけどね、はい、うんうん、考え方ですけど、あそこでちょっと打ちづらい牌が2種になったんで、やめる人も多分、なるほど、はい、中にはいるとは思いますけど、アクスのジャンプ的に攻撃型、はい、勝負手でね、はい、戦う手形になったんでの補充と。さあ、そのアクスの手配がこちら、元ちゃん落としていきましたね。はい、柴田スーピンがあんこになりました。萩原これで一面つ完成。そうですね、三局目にしてようやく手がまとまった手が、はい、なってきましたけど、若津ここで9ピンを切っていきました。9ピン1枚切れなんで、はい、あんこの加藤勢より、横に伸ばしてと、受け入れを少しでも広くと。さあ、萩原シャアに一旦手がかかりましたが、ここは2ピンを空切りしていきました。イーシャンテンには取らずと、まあドラ表示牌が2ピンで、チーピンも中膨れの形ですからね、はい、横に伸ばしやすい形ということでしょうか。あ、柴田もこれで一気に広くなっていきました。萩原の T シャツ、はい、ミュウツーですね。ミュウツー、ポケモン、ポケモンの伝説のやつですか。
伝説のやつです。あんまり詳しくない。私もあんまり詳しくないです。この間なんかベジータ来てましたよね。おお、そういう趣味あるのかな。なんかすげえ高いらしいですけど。サマエハラドラの産品を引いてきました。デイシャンテン、デイシャンテン、スーピンがでもないんですね、もうすでに。そうですね、ここに3枚、そして和靴が1枚持っています、はい、萩原さんはこれでいいシャンテン。ピンズの上が、キューピンがもうないからかな。パーピンの方を切りました、はい、お、ドラの3品を引き入れた柴田、いいシャンテン。あ、これ、あ、いいピン切ってますね、自身で。うん、それでも、はい、ここはフリテンのイースピン受けを残しました、はい、あの前原さんから2ピンが全部4枚見えてて、はい、EP1 枚、まあ、今立て続けに蹴られましたけどね、前原さんからしたら、はい、山に EP いるだろうということでフリテン残しましたけど。さあ、萩原がリーチを打っていきました。リャンウーマン待ち、そしてこのリーチ宣言牌のパーソーをチーして前原は、はい、もうテンパイですね。振り点肩上がりのテンパイですけど、まあ2ピンは打てるということと、まあ一発消しのにも多少あるかなという感じですが、はい、だから例えばウーピンとかね持ってくればね、また貫通ピンで振り点じゃない復活にはなります。はい、赤ウーピンとか持ってきたいですね。持ってきそうですよね。キャラ的にキャラ的には持ってきそうですが、今回は和靴の手に赤ウーピンが、で、スーピンもないんで、ドラの変化はでもまだありますね。シャンパンになる可能性がありますかね。それかパーマンを持ってきての短期待ちに変わる可能性があります。うん、柴田、リャンゾーは無筋ですが、押していきました。お、ウーピン。靴もいいシャンテン。お、あ、チーピンだ。今前原さんパーワンは特には動きませんでしたね。はい、チーワンで回りました。パーマンポンするとドラ短期にもできたんですけど、はい、ですが泣かずに、はい、チーワンを持ってきた。街としては強くないっていう認識で、はい、で今取ってない、まあ、ゾロワンギリリッチですからね。マンズがちょっと気持ち悪いと、うん、あ、ローバン切りじゃないか。あ、そうです、パーソン切りでしたね。うちで取ってないマンズを引いたんですね。で、気持ち悪いんで、直前取ったパワーで回りましたね、はい、萩原さんのレアンワンって意外と手配あ、今ウーワンを吸収されましたね。あ、そうですね。さあ、3ピンをポンした柴田、そしてこの赤ウソを切ってテンパイ、イースチームの待ちです。前半は貫禄でテンパイ司会しました。はい、でも結構あっさりドラ切りましたね。そうですね、切りづらいと思うんですけど、一応筋になってましたね。そうですね、はい、自分でローピン通してるんで筋なんですが、2ピン4枚目なんでね、結構はい。さあ、萩原2万を積もりました。リーチピンフツもタンヤを2600オールのつま上がり、はい、結構ね、前原さんこれを気にして、はい、前原さんが切り出したドラを柴田さんが泣いて、はい、でその結果萩原さんにつま上がりが起きたっていうのは、うんうん、結構ね、前原さん気にする部分だと思うんですよね、はい、あの考え方でね、全く気にしないただの結果だっていう人もいると思うんですけど、うんうん、前原さんは結構そういうのを気にする地点なんで、はい、どんな風にあの今後打っていく感じになりそうですか。あのだからこの曲に関して言うと、あまり泣くのをやめようなのか、もっと積極的に行こうとか、うんうん、例えばさっきの曲ですと、パワーを泣いてのドラ短期に受けたりもできたんだけど、うんうん、あ、そうですね、はい、そうはしなくてっていうことなんで、この曲はもっと振り切った戦い方、それが面前方向なのか仕掛け方向なのかわからないですけど、うん、全曲ではちょっと違った戦い方をしてくると思うんですよね。はい、じゃあその辺も見ていきましょう。トン2曲、一本場、親は萩原ドラ急走です。前原は赤が2枚ありましたね。この後移ります。今
萩原はペンサンマンを引いたところ、ペンサンマン、ペンサンマン、ペンサンマンって言うんですかね、山にくっついた、はい、さあ柴田は総図が集まってきている、うん、萩原さんもレアマン先切りする余裕が、はい、いましたね。前原白が重なりました。萩原さんのイスワンが強いですね、かなり。そうですね、柴田も和靴もマンズの下の方を一巡目に捨てています、はい、なので萩原さんとしたらウーパースを入れてリーチを打ちたいところですか。はい、かなり盲点になりそうな気がしますが、うまいこと、はい、あー、この2枚目結構嫌ですよね。あ、でもこっちを引いた、うん、さあ闇点で天牌が入りました。萩原ウパソ待ち、そうですね、手代わり待ち、はい、ですかね。イペイコーやタンヤオに、はい、このルールは赤の手代わりと、はい、あ、そうですね、ありますし、まあ、イペイコーの手代わりがね2種類と。さあ前原嬉しいスーピンが入った。柴田はトイトイやスーアンコも見える形、うん、ドラが待った。ちょっと前原さんの嘘どうでしょうかね。あ、そうですね、萩原さんの天牌、はい、嘘は萩原の当たり牌、前原から赤嘘が出ることもありそうですかね。ありますね。特に2巡目でチーソー切ってるじゃないですか、はい、萩原さんが。だからウーパーソーだとしたらリーチ打ってくるのが普通じゃないですか、うんうん、だから逆の盲点になるかもしれないですよね。まだ出ない、出ない。さあ柴田がパーマンを前順に仕掛けたところ、いいシャンテになっています。一見本一ですがパーマンをポンしています。そうですね、トイトイなんですけどね、はい、前原さんの若嘘はもう出ない形になりそうですね。そうですね、ワクツの初は出ることありそうですか。んー、いいシャンテなんでね、テンパ入ったら打ち出されるかもしれませんね、はい。さあ柴田イーソーをポンして、これで天牌初とローソーのシャンポン待ち、そしてウソを今積もりました。萩原ピンフツも700は800オールのつま上がり、そのまま上がっちゃいました ね、 うね、もう一つ展開見たかったですけどね、はい。さあトン2局、日本馬親は萩原、ドラトンです。萩原の手にトンが1枚、前原もメンツはありませんが、まあまた整っています。はい、阿久津は白がトイツで、ソーズで2トイツ、こちらは柴田のハイパイ、柴田もまあまあ整ってますかね、マンズが多い形、ね。これで本一もありそうですか。さあ和靴換算品が入りました。あんま嬉しくないですよね。そうですね、なんか、まあ、嬉しいんですけど、和靴さんにしたら例えばドラのトーン重ねて一気の本一とかね、うんうん、まで見たかったんでしょうけど、この手ですね、はい、はい。か和久さんのイメージだと、はい、一メンツ落としてまで本一にするっていうイメージってあんまないですよね、うんうん、そうですね、あの攻撃型なんですけどスピードも大事にするタイプなんで、あ、これだと4トイツですね、はい、チートイツもちょっと出てきました。チートイツになるとドラは使い切れそうですね。そうですね。さあ赤ウーピンを持ってきたところ、萩原はい、ここでスーピンを切ってチートイツは一旦見切りました。おー、ちょっと受けましたね、前原さん。自敗を止めて、はい、絞りましたね、はい。
のスピード調整みたいなね、うんうん、自敗を打たないことによってそのなんていうんですかね、場が動き、はい、場の動き、うんうん、動き始めるのを遅くする、うんうん、ここで1枚打つかも。そうですね、だから自分の進行に合わせて打ち出していく、はい、なるほど、はい、それはこの曲はそうしてるってことですね、うんうん、毎回そうするわけじゃないということですね、はいはい、先に切っていく場合もありますし、うんうん、多分ここはちょっと後手に回りつつあの萩原さんに対してですね、はい、あったのでちょっと場の進行を遅めにしたいっていうことだと思います。なるほど。で、和久津さんは白動かずでしたね。あ、そうですね、はい、前原が打った白を和久津はポンしませんでした。これで、で、天杯白とイーソーの三本松でリーチを打っていきました。和久津イーソーが筋で、まあそれはあれなんですけど、はい、白って結構盲点になりません？そうですね、和久津さんだったら泣いてるだろうみたいな。泣いてそうですね。さあ前原にも天杯が入りました。ピンフ赤1、はい、七和久津さんの現物ってことですかね。はい、和久津の川にチーピンが打たれている。萩原さんのチーピンがちょっと危ないかもしれません。このローマンもそんなに、いや、これはさすがに、はい、一応9番切れてウーマンが3枚見えですが、ちょっと強く見えそうですか、はい、なんですけど、もう3ピンの続き次ですからね。で、あ、そうですね、このチーピンもパーピンが早いと上無筋なんで、はい、さすがにこのクラスでも3枚も通してくるとさすがにっていう感じですかね。さすがに天杯が濃厚と見えるか、はい、前原さんのリズムって、はい、本当に何事かもないように切ってくるので分かりづらい、分かりづらいですよね。安牌のように、はい、ただ押してるだけでも見えますし、天杯してるのかなっていう感じもあるんですけど、うん、この連ピンも通ってないんで、まあほぼほぼ天杯ですね、さすがに。白、はい、もまだ1枚山に残っています。うん、イーソーはないんですね。そうですね、イーソーが萩原ともちもち、はい、このチーピンも出なさそうですね。あ、これで、はい、今の牌が牌底の牌でした、はい、前原和久津の2人天牌で流局となりました。白はワンパイでしたね。うん、サトン三脚、あ、今調整してくれてる、うん、ね、三本場ですね、サトン三脚三本場、親は前原、ドラはローマンです。良さそうですね、はい、和久津の手に常に赤が、うん、ただ上がりには結びついてないんでね、はい、上がりには結びついていない和久津。さあ一面つ完成しました。前原これで差し子の目も出てきましたかね、はい、和久津さんは恐竜にハマってるらしいですよ。恐竜にハマってる。恐竜のようになりたいってことですか。どうなんですかね、好きな動物は恐竜ですって。まあ、和久津さんらしいですね。すごいですもんね、腹筋とか。あ、そうですね、ぺったんこですよね、お腹も。もう38キロとか言ってましたよ、前。それ38。いや、今は分かんないですけど、その前に聞いた時は3人分でも足らないですよ。3倍の 38? 何それ、俺多分片足でそんぐらいあるよ多分。めちゃくちゃ軽い。
ね、身長も結構ありますもんね。そうですね、私も全然あの全然和久さんよりより2倍ぐらいありますね。2倍はない、2倍はないでしょ。さあ柴田は赤ドラドラの勝負手になりそうです。しても38キロ単位青の可能性もあるね。保留なら数番とかですか。はい、パス満切りとしました。さあパーマン頑固になりました萩原。うん、ここで目いっぱい。萩原さんって結構自敗絞ったり、はい、あの安全牌の自敗だったら抱えたりということも多いんですけど、さすがにって感じの手ですかね、はい、広がり的に。さあ枠ツアペイが頑固になりましたがペイを切っていきました。あんまり嬉しくないペイですもんね、はい、頭もなくなっちゃうし6ブロック維持で伸びを見ましたかね。はい、さあ前原はチュンのトイツ落とし、チュン2枚切れでしたね。そうですね。場を見て何を切るか。はい、ここはパーソー切りとしました。安全度重視ですかね、はい、今打たれたパーソーを合わせる形。柴田さんもドラさんでね動いてきたような形ですけど。そうですね、赤ウーソーも無理やり使っていく形に取りましたね。さあ柴田チーマンをポンしました。これでイシャンテン。そうですね、ドラを使い切ってという、赤ウーソーも使い切れるという。はい、1枚とこ投げたんじゃないですかね。そうですね、枠さんは今ドラ、さっきドラが統一になったんでこの後はペイを落としての単位アンになりそうですね。はい、さあ萩原にテンパイが入りました。カンウーソー待ちです。カンウーソーはあと1枚、枠さんイシャンテン、イシャンテン。このウーソーは出る可能性ありますね。ウーソーが入った時に打ち出される可能性があります。はい、枠さんからローソー出る可能性もありますからね。あ、そうですね、はい、入り方によってはですけど、あの差し子の方に、ね、なっていった時ですね、この手ですけど数層引いて差し子になると、あ、でもならないかも、もういいシャンテルでもね、ならないですね。ローソーは出ません。もう1枚引いた時に出るかもしれないですね。チーソーかな、チーソーを引いて、ただ振り点になってしまいま す、ね、パーソーは3枚切れですが、ウッパソー待ちで振り点リーチできましたね。リーチを打っていきました。パーソー3枚切れ、結構思い切りましたね。そうですね、さあ、あ、ちょっと似てたような、なんだった3層さあ枠手もテンパイできるか。前永さんはいいシャンテン止まりか。はい、もうツモ番はありません。はい、お、テンパった。靴イシューソーマシでテンパイが入りました。島さんはテンパれず、はい、2人テンパですね。さあ萩原バクツの2人テンパイで流局となりました。思い切ったリーチでしたね。そうですね、特に島さんの進行を止めたかったのかもしれませんね。なるほど、あとはクッさんに不用意な牌を打たせて、うんうん、あの柴田さんに電波入れないように、はい、そういう技もあるんですね、はい、周りを止めるためのリーチ、うんうん、さあトン4局、4本場ですね、はい、教託2本、親は枠ツ、ドラは数層です。なんか
ごそうな手でしたよ、ワクスさん。はい、こちらですね。なんとペーとローピンがトイツで、リャンゾーがアンコです、はい、柴田パーピンがアンコになりました。山木さん的に、はい、教卓ってこれぐらいからもう、あ、もういや、もう1本でも1本でも欲しいです。あと特に自分のリーチ棒だった場合は、あ、人にあげたくない、もう人にあげたくないんで、名前書いてある名前書いてあるんで、取りに行きますね。それが山木スタイル。そうですね、はい、教卓はもう何本でも。この間女流か、はい、解説してて、解説だった、解説だったな、うんうん、竹内さんが、はい、山木さんを参考にしてるあ、なんかツイッターでも書いてくれ、はい、くださってました。山木スタイル、なんかすごい見てますみたいな感じで、今恥ずかしいなと思って。山木スタイルが浸透中なんで日々進化していかないとダメですね、はい、さあ柴田、ここはマンズのペンちゃんを払っていきました。ワクチンも統一になりました。これでチートイツのイシャンテンですが、ワクさん的には気持ち悪いアンシャンテンですかね。そうですね、はい、先にテンパイが入るかか伸びていくか、さあこのウーマンをポンしました。前原、そしてこれでイシャンテンくっつきの形です。結構ね、反応しづらい形だと思うんですけどね、はい、前原さんの手形。そうですね、仕掛けていきましたね。それに対抗してワクツさんも行きました。はい、ワクツが難を仕掛けてこの形、トイトイのイシャンテンです。これはもう前原さん仕掛けたんで、前原さんに行くのか私のと、はい、合わせて入っていった形ですか、はい、スピード合わせていきましたよね。白が柴田さんになっているので、はい、テンパったら出そうですかね。そうですね、出そうですね。枠津はトン重なったりしたら、トン重なったら、ローピンですか。そうですね、で、はい、本一に行きそうですか、はい、本一といといダブトン、一気に高くなりますね。そうですね、それで残してる感じですかね。そうですね、しかしこのペイが抜けてテンパイを取りました。これで柴田さんの白がちょっとピンチ、はい、この白が当たり、はい、あ、そうですね、まあでも、ペイになるんですから、泣きますよね。また肩上がり、前原にもテンパイが入りました。イースー待ちですが、イースーだと役がありません。ただイースー3枚切られてるので、そうですね、高めのドラの数層でしか上がれません、はい、イースーを引く心配はあまりないかなと。残り山に1枚、はい、でも前原さんクラス、その1枚を引き寄せるかもしれませんけどいや違うな、前原さんクラスそんなことはしないな、そうそう積もりそうですね、はい、あ、これで白が、そうですね、はい、さあこの白が枠津の当たり牌です。白トイトイ7700の4本場、はい、8900点、はい、多分柴田さんはね、覚悟の上の報酬だと思うんですけど、はい、それでもやっぱり痛いですよね。そうですね、もう少し前に切ってればとかなりますかね。そうですね、特にペー泣かれる前にね、処理できてたって、うん、はい、トン4局5本場になりました。親は苦痛、ドラはパーソーです。うーん、形はいいですかね。はい、赤もあります、はい、こちらは今宝珠に回ってしまいました。柴田、そしてこちらがペイチョの前原のハイパイです。うん、誰が一番良さそうですかね。柴田さんもいいですか。そうですね、
さすがにちょっと時間かかるそうですかね。はい、変ちゃんができましたが、あれ嬉しくないですね。さあ、一面つ完成しました。前原、うん、ここでペンちゃん処理。はい、さあ、パーソはドラです。これで仕掛けていく形になりましたかね、柴さんは。はい、単ヤオで仕掛けていく可能性があります。柴田は現状とトータルでプラス 96.2 ポイントしてますね、はいはい、してますが、今ラス目なので、はい、頑張りたいところ。このルールね、もちろんトップが大きいっていうのはね、見てる方もご存知でしょうけど、はい、やっぱラスも嫌ですよね。結構大きいですよね。そうですね、50ぐらいついちゃいますよね、はい。特に今日の入りの1回目なんで、はい、ラスを取っちゃうと2回戦トップ取らないとまあゼロというかね、ちょっとプラスにはならないんで、無理せざるを得なくなって連敗みたいなパターンもねありますから。さあ、口も一歩前進。柴田はどこからだったら仕掛けていきそうですか？想像は何でもいきそうですけどね。でも想像は鳴かない。想像は鳴かず。ってことはポンもするけど治癒しないみたいな感じですかね。ですかね。はい、例えば今柴田さん数層、例えば5、6、4、5でチーして、いいピン切っておいて、タイヤのドラさんのいいシャンテにしつつ、想像が伸びたらチーいつまでっていうね。ああ、なるほど。はい、いう選択もなくはないかったんで。想像はなくかなと思ったんですけど、動かずと。はい、さあ、このパーソーはドラで柴田が欲しい牌。出ました。さあ、柴田ファーストをポンしてこの形、はい、タイヤもいいシャンテン、はい、いいシャンテンです。これが泣けると、はい、スーソースルーが逆に効いてくるかもしれないですね、スーソーをもし泣いてたら出なかったかもしれないですよね。そうですね、まあ、という、まあ、前原のところに行かないですけど、はい、マクスさんのところに行ってた、そうですね、マクスは使えてましたね、はい。さあ、このチーソーが泣けた柴田、これで3層を切ってテンパイを取りました。スッチーピー待ちです。ただ右側にドラさんと赤がさらされているのでちょっと報酬はしたくないですね。で、手の内から3なんで、はい、想像あと人、まあ町に関係したのか頭があるかみたいな感じが確定なんで、ワクスさんから見ると3が5なんで2のドイツは見えるかもしれないですね。そうすると想像でも枚数足らない、自敗がないから、まあ単用で他の町かなっていう風に見えやすいかな。なるほど。さあ、前原にもテンパイが入りました。ピン風6、9万待ちで9万だといいペコもつきます。はい、ワクさんにもテンパイですね。甘露は、はい、ワクツにも単用を赤のテンパイが入りました。3人がテンパイしている状況。スチーピンは結構薄い、あと2枚手の中に使われてますね。そうですね、あ、積もりましたね。さあ、ワクツがカンローマンを積もりました。ツモ、タンヤオ、赤、2000は2500オールのツモ上がり。忍んでましたね。そして6本場になりましたね。トン4局、6本場、親は靴、ドラは9ピンです。教卓も
キムタクその前に持ってったのか、はい、さあこちらは萩原今ドラが統一になりました。和久さん1万2000宝珠からでしたけど、はい、あそうですね、はい、ほぼ3人も並びになりましたね。はい、柴田がちょっと苦しい展開になっています。前原さんがちょっとなんか良さそうでしたね。はい、トンガドイツの赤が2枚、うんうん、伸びによっては想像のもいつまでみたいなね。しかも柴田さんと和久さんにトンガ浮いている。はい、すぐ打ち出されれば抜けるかもしれません。こちらですね。あ、いいですね、はい、はい、動きましたね。さあこのトーンを前原が仕掛けました。そしてこの形、パーマンから、ドラが来ました。28の3色の方向ですかね、567になっちゃいましたね。まあでも一応いいシャンペン、はい、ドラゴンのいいシャンペン。さあ前原がこのリャンゾーを完リャンゾーの形でチーして、これでいいシャンペン、はい、赤のくっつきとソードのもう一つ、はい、さあベンサンマンが入りました。リーチ打ちましたね、はい、柴田カンチーマン待ちでリーチを打っていきました。リーチドラドラ仕掛けてる前原さんがマンズを嫌ってるっていうのも大きい理由ですかね、はい、さあ前原にもテンパイ赤ウーピンをしてカンスッソー待ち、はい、まあね、普通の打牌で普通の打牌ですけど、はい、チーピングリリーチに対してね、一発で赤ウーピンってね、そうですね、勇気がいりますよね。はい、ただ数層は柴田の現物になっていますね、はい、とはいえですね、さすがにこの捨て牌と赤ウピン打たれた人に対して数層は打ちづらいですかね、うんうん、G1 は山に3枚残っています、うん、多分柴田さんもね、G1 は悪くないと思ってるんで一緒だと思うんで、うんうん、その辺は読み通りですか。前原さんの数層でももう山にはないですね。そうですね、柴田が1枚川に捨てているのと枠津に1枚と萩原に2枚、うん、あ、はい、1番積もりました。柴田リーチ積もドラドラ2004000は2600、4600の積も上がり、大きな上がりとなりました。そうですね、供託だけでもう、あ、供託じゃない、本場だけで1800円で、はい、1万点クラスの上がり、嬉しい上がりでしたね。そうですね。さあようやく難入しました。親は柴田ドラ E ピンです。80分の時間打ち切りがあります、はい、80分プラス1局ですね。今ちょうど40分ぐらいですかね、はい、あ、まだでも全然大丈夫です ね早いですね。今まで80分ってあったのかな、1回やったかなぐらいだと思うんですけど、うんうん、意外とやっぱ終わるものですね。そうですね、特にあの、はい、佐々木さんがいたりするとそうですね、はい、1時半ぐらいには終わっちゃって、佐々木宮内あたりはやっぱり早いですよね。萩原さんも今メンツ手を見切ってチリーズのイシャンテンですね、はい、こちらですね、はい、あ、そうですね、数万を切って、はい、両天秤にはせず、はい、タイヤウトの両天秤にはせずチートイズの一本にしましたね。
萩原さんも親番落ちてからちょっと上がりがないんで、はい、そうですね、ちょっと静かな感じになってますね。萩原さんといえば、はい、この土曜日いよいよ公式戦デビューが、あ、そうですね、はい、五段戦ですね、うんうん、ご覧のチャンネルで放送ということで、はい、ぜひご覧ください、はい、私も五段まで進んだんですよ。あ、本当ですか、はい、あれ会場は巣鴨です。巣鴨で、はい、じゃあお待ちしております受け付けてます受け付けて、はい、頑張って行かなきゃ。そうですね、あれ勝ち上がり方次第で萩原さんと当たるかもしれないですね。あ、そうですね、柴田さんは10段経験なん で、 あ、そうですね、もっと上からですね。まだ現状まだ余談なんですけど、うんうん、柴田さんはもっと上からですね。いいな同期ぐらいなんですけど。そうですよね、あ、まあ、一気上とかなんですけど、2年目とか3年目で勝ちましたもんね。そうですね、新人王戦を取って、そうです、その権利 で、あ、そうですね、その権利でちょっと4ナイスとか5段から出て、うんうん、一気に10段、第32期10段位ですね、はい、今期が35期ぐらいでしたかね。そうですね、そのぐらいになりそうですね、うん、でもなんか柴田さんというとね、逆転のイメージがありますね。ありますね、あの第19回モンド杯も撮ってるんですけど、うん、それも逆転だったって聞いたような、あ、最初ラスからとかね、うんうん、逆転の柴田ですね、逆転の柴田ですね。さあ、前原に天敗が入りました。ウーソーとチーソーのシャンポン待ち、リーチは打ちませんでした。前原さんって逆にあんま逆転のイメージないですよね。うん、そうですね、突き抜けていって、うん、もう誰も追いつけなくてみたいな、そんな感じの違うですね、勝ちパターンのようなね。パーソーなら積もっていましたが、まあ単用だったので急走が薄いで、さすがにフルテンリーじゃないですかね。おあ、そのまんま、そのまんまリーチしました、はい、中引っ掛けの形ですか。あ、そうですね、リャンゾーとパーソーを川に打ってのリーチ、はい、ただウーソーが1枚切れてるので、はい、そこまで良くないんですけど、ならばチーソーがいいという感じですかね、うん、チーソーは山に1枚、はい、ウーソーも1枚、1枚1枚ずつ残っています。シャンポンの前原ってイメージもありますけどね。あ、結構そうですね、まあ、シャンポンとかスワンゴが非常に多いイメージがあるんで、はい、柴田さんはローマンを仕掛けて、はい、天敗、リャンマンとチーマンのシャンポン待ち、シャンポン対決になりました。さばきに行ったというよりは親剣が維持できればいいかなって感じですかね。はい、放送は無筋ですが押していきました。つもぎりリーチだったからみたいのもありますかね。うん、あるかもしれないですね。それもちょっと考えてじゃないですか、うんうん、前原さんのジャンプ的にもし観浪底だとしたら、はい、カンウパーソンにとってそっちでそっくり生きてただろうと。なるほど、だから579からの9切りじゃないのかな、うんうん、みたいなところですかね。3ピンも数ピンの3倍壁ではありますが、無筋ですが、はい、ここまで来るとやっぱ親剣をね維持したいでしょうね。はい、全部行けましたね、はい、ウーピンのあんこ筋でありますが切りました。さあ、萩原リャンピンをポン、これ背景ずらしですね。そうですね、はい、そしてこのリャンマンが柴田の当たり、背景ずらしではなく送り込みでしたね送りバントでしたね、はい、タンヤを1500点の上がり、はい、違うか、タンヤをですね、あ、どうした、タンヤをなんか2-1バックしてたように見えたんですけど、あ、じゃあ5-1だったんですかね。すいません、なんかそうですね、日経っぽいですね、はい、
失礼しました。萩原さんの送りバントが成功でした、ね、はい。サートン、あ、すみません、南一曲一本場親柴田ドラリアンゾーです。ちょっと前原さんにとっても嫌な一曲ですよね。はい、まあ、柴田さんにもですけど萩原さんにもなんかうまくやられたなみたいな、うんうん、ドラリャンゾー、あ、ここに統一でリャンゾーがあります。白も統一なんでね。はい、仕掛けていくのが普通ですかね。さすがに萩原さんも行くかな。白仕掛けられてドラドラの両面両面なんで、さすがの萩原さんも仕掛けそうですね。そうですね、仕掛けそうですが、先に仕掛けたのは枠通、はい、何をポンしました。その前に、ね、その前に となるとちょっと前原さん受け気味ですか。はい、シャーチャーのシャーが重なりましたが、おお、萩原さん積極的に中央打っていきました。萩原さんのジャンプ普段でしたら中央いかないんですけど、はい、ここは自分も勝負手と、ならば株下で戦うと、うんうん、あ、ここで選択があります。ちょっと難しいですね。4と1にもなったんですが、ここは3ピン切り、うん、ということは白を落として単ヤもあるってことですね。はい、ドラが先に泣けたりするともう迷わないんですけどね。そうですね、前原さんが枠津さんのマンズっぽい捨て牌に対してリャンワンを打っていった、はい、次にツーワンも突きがあるんで、これは前原さんも参戦ですね、うんうん、さらにピンズ落として本一まで行くかもしれません。はい、さあ萩原さんの方を打ちましたので、はい、でいいシャンテン、はい、そしてこのローマンを注意して阿久津ドラ打つ構えか。そうですね、萩原さんもドラが出るなら白だったかっていう、はい、ドラはポンはしませんでした萩原、はい、ちょっと後手に回らされる感じですよね。ここでドラを置くと、うんうん、おーっと絶好、これはなんか萩原さんの、さあ闇点に構えました萩原、白があんこになってドラドラ、あ、そう待ちです。萩原さんもいいシャンペン、ピンズ払いたいけどどうかなって感じですか。払いましたね。阿久津も本一のイシャンテン難を泣いています。さあ前原シャアをポンしてテンパイですね。はい、これでリャンソー待ちのテンパイ、広くなりました阿久津。これで柴さんはちょっと儲けですか。はい、萩原さんはともかくね、萩原さんにまで強く来られてるんでね、うんうん、まあ、これは萩原さんの流れになりましたね。前原も両層持ちましたよね。はい、転売でしたけど、ここは上地振り、はい、頭跳ねで萩原の上がり、白ドラドラ5200点の、あ、違うわ、すいません、7700は8000点の上がり、はい、なんかこの曲はなんか萩原さんらしい上がりだったんじゃないですかね、はい、特にあの両層中津からの白暗号にしてのさらに闇点っていう、うんうん、リーチを打つ選択はなかったんですかね。あ、全然あると思いましたけど、うんうん、萩原さんのスタイル的に闇点と、うんうん、なるほど、さっき親番で手代わり待ってて、うんうん、あ、ありましたね、いい傾向の、はい、萩原さんの中でまだあれは伸びる可能性もあったし、うんうん、枠津さんに対して絶対打てない兵を引いた時には対応する構え、うんうん、はい、何二曲、ん、何二曲ですね。な、親は萩原さん、親ですよね。はい、ちょっと今ちょっと待ってくださいね。あ、なるほど、はい、今、はい、
さっき柴田の親番で、はい、52は55だったんです、ね、はい、すみません、ね、52は55で白ドラドラです、ね、そうですね、はい、で今何一曲の親、あ、何二曲、はい、親萩原ドラがシャーです、はい、すいません、すいません、ちょっとなんかぼーっとしてるんですよ、私今さっきの曲は、はい、曲は柴田さんが前原さんのリーチに対して、うんうん、日記を上がって、あ、そうですね、日本馬、そうです、赤があったんですよね、多分泣いてたところに、はい、日本馬ですね、すいません、ちょっとなんかね、ダメなんですよ、私今朝が悩み事があるんですよ、いっぱい悩み事、はい、じゃあ聞きましょうか、いや、ちょっと大丈夫、大丈夫です、恥ずかしいんで、はい、悩みすぎて、ちょっと、あ、萩原さん、サブロケのリーチ、はい、親の萩原三郎九万町でリーチを打っていきました、はい、これは親番であるということと、はい、萩原さんにの中でも完全に最中継ということでのリーチですね、うんうん、で高め跳ねマン、ウルドラ次第では倍マンまであるという勝負の石ですね、はい、さあどうだ、一発ともなりませんでした、押し返していける選手はいそうですか、前原さんがいいシャンテンで、はい、位相がね通ってないところで、まあ、第一ラリアン像なんで打ちやすいは打ちやすいですけど、うん、前原さんがちょっと押してますね、柴田も一メンツできましたが嘘を切ってしまっています、お、トンがあんこになりました、前原白いくか、それともつむぎるか、つむぎてチートークのイーシャンテンキープ、はい、でもここで白シャーで選択しなかったということは、うん、トーンを落として回っていく可能性もありますかね、そうですね、うん、白シャーちょっとどっちも打ちづらいんですかね、さあ、さんは、はい、はい、対応ですね、サブロッキューマンまだ積まれません、1、2、3、4、5、6、7、7枚だから5枚、そうですね、5枚まだいますね、しかも高めがまだ3枚、5分の3で高め、はい、しかしまた積もれない、前原さん粘ってますね、はい、これ白は通ったんで、あ、これはリーチまであります、どうしますか、白は切ると思いますが、はい、白は今通ったばかり、うん、でもやめて、はい、やみ手に構えました、ドラのシャー短期待ちのチートイツです、はい、ドラ自体はあと1枚ですか、はい、萩原さんどこ行ったんですか、どっか行っちゃいましたね、あ、シャアがここに来ました、それ、ね、で山にはドラがなくなりました、なんだろう、前原さん掴んだらどうするのかな、どうするんですかね、止めてもおかしくないんですけどね、ドラも切らないですよね、切らないと思う、その時はさすがに落ちると思いますけど、一応イーシャンテンに戻ってますね、はい、さあ積もれない、あと一巡です、あ、来た、さあこの9万が萩原の上がり牌、リーチピンク一気通貫赤裏1万8000点の上がり、雨の9万での報酬となってしまいました、前原、うーん、
結構下せない部分があるんですけど、うんうん、前原さんに今の話に関しては、はい、ただ前原さんよく言うのはこれ稽古の場ということで、うんうん、そういう意味のまっすぐじゃないかな。なるほど。さあ何2曲1本バードラウーマン親は引き続き萩原です。今の上がりで5万点を超えてきました、はい。ちょっと萩原さん時間を気にしましたね。時間を気にし始めましたか、はい、あまだあと20分ぐらい、はい、20分もうちょっとあるのかな。さあカンローピンが入った萩原、うん、でもなんか不思議ですね。不思議って言うとあれなんですけど、萩原さんって20年ぐらい前から超売れっ子の俳優さんじゃないですか。同じ団体で、いやおかしいですよ、後輩ですからね私よりも同じ団体でこうやって同じ番組に出て麻雀解説してるって、うん、なんか不思議ですね。本当に嬉しいニュースでしたね。はい、嬉しいとかもうびっくりしましたね。びっくりしましたね。もうすぐ1年、そうですね、もうすぐ8月くらいでしたかね。はい、さあ前原ドラのウーマンをあんこにしてカンパーマ町でリーチを打ちました。よく見るリーチですねこれは。はい、二巡というか連続でどんどんドラを持ってきましたね558っていくんですかねでも萩原さんも天敗ですね。これで戦争を切ると地域のノベタンリーチで追いかけていきました、はい、萩原はスチーピン町、さすがに前原さん負けるかなと思うんですが、ハーマンは3枚山に残っています、はい、あ、違うな、2枚だ、ね、2枚ですね。ワクツと萩原の手に1枚ずつ。前原さんなんでね、分かんないですね。GP は 1,2,3 5枚、5対2です。でも前原さんなんでね、CP をつかみました前原、はい、さすがにでしたね、はい、リーチドライチ3900は4200点の上がり、はい、前原もドラがどんどん来たので上がれるかと思いましたけどね。さすがにみたいな感じでしたね。そうですね、前原さん多分いろいろ試しながらやってるんですよね。さあ何2曲日本馬親萩原ドラは初です。こちらはペーちゃんの柴田シャーがアンコ、うん、今トンが統一になったところ。おーカンちゃんピントのカンちゃん払っていった、はい、統一は見ないってことですか。さあカンローソーが入りました前原、靴は今赤馬を持ってきたところ。柴田イーシャンテンです。トンモさんもお高瀬なんで、はい、リーチをしたいんでしょうかね。カンローマンが入った和靴、そうですね、リーチ打ちたいですね。若干緩くなりましたが3ピン切り、これ意外でしたか。そうですね、意外というかイーシャンテンに受けると思ったんですが、うんうん、3ピン打ったってことは伸び次第では本日まで、うんうんうん、これあでもドラは切ったから本日ではない。はい、ドラをスッと切っていけましたね。ね、3ピンテリアンシャンテンモードしてですもんね、うんうん、手にはしないけど天敗系は後継にしたいと。あ、なるほど。
萩原ドラはまだ聞きません。前原さんですね。あ、前原でした、はい、すいません。このままずっとぼーっとしてたらどうしよう、もうなんか嫌になってきちゃったなちょっとすみません、本当にじゃあ縦断線までやろうか。縦断線までに、はい、なんとかしてください。そうですね、ぼーっとしすぎて会場ね、ここにね、ありますからね。いっぱい寝たんだけどな寝すぎるともね、寝すぎても結構良くない時ありますけどね。あ、そうですよね。これでイーシャンテンですが、そうですね、イーシャンテンですが、ドラを残しました。手配がドラ切れ、ドラ切れってきてますけどね、はい、さあ、柴田、これでテンパイが入りました。そうですね、6球層待ちでリーチを打っていきます。はい、狙い通り両面のリーチと。そうですね、あそこで3ピン切らなかったらシャンポンになってたんじゃないですか。あの、はい、先にチーソー引いて、チーソー引いて、うん、三ピンとトンのシャンポン。で、萩原さんがちょっと球速切り遅れてしまいました。そうですね。回りましたね。さあ、これでテンパイが入りました。ドラは一応現物ですが、6チッパーもあるのでさすがにドラ打ちですかね。さあ、前原も追いかけリーチを打っていった。ローマンチーマン待ち、チーマンだと3色もつきます。柴田さんの方が有利そうですかね。そうですね。あ、積もりました。リーチいつも裏はありませんでした。はい、500銭は700銭200の上がり。はい、ね、これあの地味ですけど柴田さん狙い通りのね。そうですね。いい手順でしたね。そうですね。ちょっとオリジナルな手順でしたね。はいはい、手なりで最速リーチ打ってると多分、うんうん、まあトンションパイだとね打たれないんじゃないですかね、はい、だから上がりがまだだったかもしれないです。さあ、南三局、親は前原、ドラは言いそうです。これはなんちゃの枠中の手配ですね。萩原、赤赤の敗退、うん、ドラも1枚あります。前原さんはいつの間にか箱を割ってました。そうですね、今はですね、じゃあ、はい、お友達のあの方の部分を打ちましたね萩原ドラを打っていった。もう一番絶好のところに来ました。仲いいですよねあの方とあの方とあの方、はい、そうですね、あの方とあの方とあの方もみたいな、みんな、みんな仲いいですよねみんな仲良しですねうーん、赤ウピン勝たせてみたいじゃないですけど、うん、そうですね、使いたいですね。そうですね、せっかくドラまで切ってね、目いっぱいにいってるんで赤は使いたいですね。はい、まあただ得点状況的にね、打点よりも局進めたいところなんで、うんうん、まあこれはさすがに、おっと、これで2枚切れでしたが、なるほど、2枚切れとはいえ赤使い切り、赤を使う意思の表れです。これはじゃあ仕掛けも視野に入れてですかね。はい、何でも泣きそうですか。まあスーピンは泣くでしょうね、はい、ポンから入るかどうか。パーピンは泣きそうかな。さあ、前原テンパイが入りました。9万を切ってウッパーマン待ちのリーチを打っていきました。2345、ウッパーマンが3枚山に残っています。結構ありますね。はい、
柴田さんまを抜いていきました。絶対ですね。はい、萩原さんもどうするかですね、うん、今一番戦いそうなのは萩原さんで、はい、現状トップ目の萩原、この形ですね。何万だ9万、現物、うん、なんか萩原さん行きそうですよ。数ピン、ね、数ピン引いたら、ただウーマンは当たり牌ですね、前原の、ね、あ、これで出なさそうか。いや、それでもまだ行くんじゃないですかね。まあ、ウーマンは出ないんですけど、行きそうですよ。はい、1枚入れるな。ウッパーマン、この掴み方はあちょっと嫌ですね。はい、うん、ここは赤ウーピンを切っていきました。現物です。9番切りリーチでね、もろ裏筋ですからね、うん、それを4枚持ち、ちょっといけないかな。9番切りリーチのウッパーマンって結構当たりますか？お闇天にしてての手代わりって結構当たるじゃないですか、うんうん、そこリーチだとこのパターンが一番多いじゃないですか、ノベタンのこのパターンが、うんうん、だからやっぱり裏筋は裏筋なんでね。あ、でも積もりましたか。はい、薄くなっていたパウッパーマンでしたが前原積もりました。リーチ積もドライチ2000オールの積も上がり。闇天にしてでカンパーマンかの手代わり変化のウッパーマンというのが多分一番あると思うんですけど、うんうん、あとは今の形ですね、5、6、7、8、9からのノベタン、うんうん。じゃあ残り時間8分、はい、レアケースというか、まあ、あとは9、8、8、9からのシャンポンとか、ほうほう、が9番切りでウーパーワンが当たるようなケースですかね、うんうん。さあ南三局一本場、親前原ドラは三蔵です。お、うん、前原さん、さあ1巡目からトーンを仕掛けていきました。前原全然ぐちゃぐちゃですね。はい、これはよくあるパターンですね、はい、特に親番でよくあるパターンですね。さあ赤の柴田、そしてチュンがあんこの萩原、一気に総図に染めていくか。そうですね、萩原さん良さそうですね。前原さんの泣きに対してどこまで押せるか。はい、前原の上茶の萩原、うん、こういう泣きってね、前原さんとか、あと和久さんとかね、よくやります。沢崎さんもやるかな。うん、でも古川さんって意外とやらないんですよ。お、意外ですね。古川さんってファンパイもちろん泣くんですけど、うんうん、結構上がりの道筋が見えてないと動かないイメージなんですよね。じゃあ何でもかんでも泣いてるわけではなかったんですね。はい、古川さんはそうですね、何でもかんでも泣かないですね、うんうん。何でもかんでも泣き出すと踊ってるようになってきます。打ってる感じその麻雀に入り込んだって言いますかね、うんうんうん。さあこの初も泣けました、はい、前原これで選択がありますが、ワリアンピン入り、赤ウソにくっつけばもう一つと。はい、クッさんはちょっとチュンが打ちづらくなりましたかね。はい、柴田さんもいいシャンテン、さあこれでテンパイが入った柴田、土も5枚切られて、見た目にはちょっと薄くなっていますが、スチーマン待ち、はい、萩原の手に浮いている。そしてこれが出ました。うん、リーチ赤赤5200は5500の上がり、はい、萩原さんにしてみれば小型のリーチだけあって当たっても、はい、曲が進むだけ OK という押し方でしたね。はい、まあ通行料払うよみたいな、うんうん。
自分の上がりもありそうでしたもんね、はい、もちろん自分の上がりが一番ですけど、その上がりを狙っていく中で捕まっても小型なら OK っていう、うん、はい、さあ第4曲親枠2ドラはローマンです。ようやくオーラスになりました。こちらは萩原、ドイツが4組あります。なんか止まってるな、大丈夫かな、何か大丈夫そうですかね。大丈夫ですか、はい、さあ E 漫画統一になりました。柴田も統一がこれで4つになりました。柴田さんは萩原さんまで1万9100、バイマンツモかハレマン直撃なんで、ちょっと現実的な点差ではないので、うんうん、2着キープに行く可能性が強いですかね。はい、萩原は早速パースを仕掛けています。そしてこの形、はい、でイシャンテンで、これの仕掛けに対しては柴さんは特にケアはしていかないですよね。あの萩原さんの手進んでもらうのは絶対構わないんで、うんうん、自分の2着が近くなるのでね。なるほど。ということは上茶ですが、はい、無駄に絞ったりはしなさそうですか。そうですね。さあまあ連チャン狙いなんで、はい、で萩原さんの仕掛けも入ったんでスピード重視でいきそうです。で前原さんはマンガン直撃か、あでも今マンガンツモでも枠さん上なんで3着になるので、あそうですね、マンガンツモをまずは目指してというところですかね、トラのローマンも打っていった、うん、はい、お、チュンを自力であんこにしました。萩原、天杯、リャンピンとローソーの散歩待ちです。ただ柴田さんの手にはないので、はい、うん、前原さんが追いついてきました。はい、一歩前進、バクツもドラが使える可能性が分かりました。うん、もう今3品なんかね、うんうん、どうですかこれみたいな当たってくださいみたいな感じ。そうですね、実際あの換算品待ちにもできたんですよね、はい、できましたけどね。決着するまでに枠さんと前原さんを追いつけるか、うん、親のリーチが来たら萩原どうするんですかね。親のリーチだけはちょっと嫌なんですよね、うんうん、それも柴田さんも同じですね。そうですね、うん、ウーピンどうですか、もう惜しい。いやだからもう柴田さんでしたらね、本当終わらせたいんですよね、この回。そうですね、あの枠さんに追いつく、 あこのヤンピンが、さあ萩原の上がりとなりました。チュン、テンパネしますよね。そうですね、1300点の上がり、ドラ1、2600ですね。ごめんなさい、チュン、ドラ1、2600点の上がり、点数も分からなくなってきてしまった、はい、2600点、はい、トップ、萩原、2着柴田、3着は靴、4着前原の並びで終了いたしました、はい、すいません、ちょっとあの間違ってばかりで、次は集中して頑張りたいと思います。というわけで57回戦が終了しました。この後58回戦です。